こいつも邪気を浄化できるのか。厄介な奴に出会っちまったな。お前は奈落の分身か。消し去ってやろう、横島なる者よ。あんたこそ消えな。私の風で切り刻んでやるよ。私には横島な妖術など通用しない。やってみりゃ分かるってもんさ。かかってきな。さーて行くよ。これを食らえ。いざいざ、一本目勝負。しかばね舞、しかばね舞、龍神の舞。行け龍神の舞。しかばね舞、いや行け我に飛ばせよ。や、や龍神の舞、龍蛇の舞。くたばりな。風神の舞、しかばね舞。決着。勝者、神楽。卑怯とやらも大したことないね。私の風は全てを切り裂く。あんたの結界、私の風には通用しなかったようだね。余裕だね。始めるよ。待ちな、イニアシャ。あ？てめえはカグラ。俺に何か用でもあんのか？何の用って決まってるじゃないか。あんたの首をもらいに来たんだ。け、面白い。取れるもんなら取ってみね。威勢がいいじゃないか。私の風を受けてまだその威勢が続くといいんだけどね。ふん、そんなもん俺の鉄砕牙で吹き飛ばしてやるぜ。さっさと来やがれ、神楽。飛んでいきな。かかってきやがれ。いざいざ、一本目勝負。しかばね舞、風神の舞。はっはっ、しかばね舞。はっはっ、しかばね舞。しかばね舞。はっ、風神の舞。はっはっ、暗いね暗いね。はっはっ、しかばね舞。はっはっ、風神の舞、しかばね舞。しかばね舞、はっ、しかばね舞、はっ、爆流波。こいつでとどめだ。風神の舞、龍蛇の舞。風神の舞、風神の舞。しかばね舞、しかばね舞、風神の舞。しかばね舞。風神の舞、風神の舞、風神の舞。決着。勝者、神楽。伸びちまったのかよ。犬やしゃ、ざまあないね。どこかに私を満足させてくれるやつはいないもんかね。余裕だね。始めるよ。あんたは神楽。どうしてこんなところに。あんたは私の邪気を浄化する。あんたみたいな危ないのにうろちょろされると迷惑なんだよ。私が
したら私だけで何とかしなきゃ。何とかするって一体どうするのさ。こりゃ楽しみだね。けどあんたには何もできやしない。なぜならあんたは私の風の餌食だからさ。さあとっとと舞いな。出しゃばりすぎだよ。これで終わりよ。いざいざ一本目勝負。カンナカンナ、へっ、当たれ。カンナ風神の舞、カンナ風神の舞、カンナカンナ、へっ、カンナ屍舞、カンナカンナカンナ、やっやっ、はっはっ、暗いな。当たれーカンナ、やっやっやっ、勇者の舞、カンナ風神の舞、へっ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 やっ、当たれーへっへっはっへっ、勇者の舞。勝者カグラ。あんたの力は危険だからね。一人で歯向かってくるとはなかなかいい根性してる小娘だったよ。しかし所詮はただの人間、私に勝てるはずがないんだよ。余裕だね。始めるよ。あれは最妙章じゃないか。なんだい、私に用があるのかい。奈落のやつ、すべてお見通しってことか。はっ、いいさ、私の風神で切り裂いてやる。大名将ごとき、あたしの風にかかったら一コロだね。はっ、仕込んのかけらが三個。これはあたしがもらっておこうかね。始めるよ。おや、あなたは神楽でしたか。奈落に加担する者がこの私に何のようですか。その奈落の命令でね、あんたを始末しに来たんだ。あんた一人ならどうってことないが、犬やしたちとつるんでるとなるとほっとくわけにはいかないんでね。うん、なるほど。奈落の分身とはいえ、おなごに手を挙げるのは気が引けますが、仕方がない。果たしてその余裕がいつまで続くのやら。本気で行くよ。
さーて行くよ。必ず仕留める。いざいざ、一本目勝負。カリア、それそれそれ、風神の舞、木曜行きます。龍蛇の舞、くたばりな。カンナ、カンナ、それカンナ、風神の舞、カンナ、風神の舞、風神の舞、カンナ行きます。木曜風神の舞、カンナ、それカンナ、龍蛇の舞、決着。勝者カグラ。あの世で自分に念仏でも唱えてな。風穴にさえ気をつけていればあんたも大したことないね。ならば、なんでこの程度のやつはそんなに気にするんだろうね。余裕だね。始めるよ。おやおや、これはこれは、あんた退治屋らしいじゃないか。それも下等妖怪の専門だってね。下等妖怪だと、退治屋のサンゴをなめるな。それ以上言うと、それ以上言うと何なのさ。笑わせてくれるよ。人間ごときがどうするんだ。退治屋の力がどんなものか、お前の体に叩き込んでやる。さあかかってこい。せいぜい楽しませておくれ。悪く思うなよ。逃げ場はないよ。いざいざ、一本目勝負。カンナ、はいはい、カンナ、風神の舞、はいはい、風神の舞、風神の舞、風神の舞、屍舞、風神の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 舞、屍舞、風神の舞、風神の舞、屍舞、風神の舞、屍舞、風神の舞、風神の舞、風神の舞、屍舞、屍舞、風神の舞、龍蛇の舞、決着。勝者カグラ。退治屋ってその程度かい。人が苦しむ姿って楽しいね。あれは殺生丸、奈落の城へ向かっているのか。あいつと組めば奈落を倒せるかもしれないね。余裕だね。そいつは無駄だよ。始めるよ。